よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、どうも、こんにちは、耕作です。今日は、ナイキに行って、いっぱい買ってきたので、買ってきたものを紹介していきたいと思います。まずは、ジョーダンの靴下。これは奥さんのです。そして気になってた、ジョーダンのシャカシャカですかね。ブラックオリーブ。この間ジョーダン9のオリーブが出て、そのカラーと同じ色になります。これを上と下、セットで買ってきました。値段の方はちょっと後で言います。そして、こちら、バスケットボールシューズ。ジャー・モラント選手が、履いているモデルのナイトメアーです。こちら意外と安かったんで思い切って買ってきちゃいました。28.5センチ。そしてこれあったら絶対買おうって思ってたのがこちら。じゃん。わかりますか？これは復刻されたんですよね。じゃん。レザーコルテッツトリコロール。こちらはちょっと先が丸いんで、サイズ、ハーフサイズ大きめで買ってきました。お値段また後で言います。で、ちょっと頼まれて買ってきたエコバッグ、小さいサイズが3つと、これで M サイズ、 M サイズが2個。これは多分アウトレットとかでは買えないやつかな。なんかメルカリとかで出てるっていうけど。はい、以上です。そしてお値段の方がですね、こちらになります。
はい、というわけで一度履いてみました。で、ジャー2のナイトメアに関してはちょっと先がちょっとこうシュッとなってる気がします、他の靴に比べて。で、28.5 普段履くんですけど 8.5 でちょうどいいかなっていう。で、プレーするときは大体いつも靴下2枚履くので、まあ、2枚履いてぴったりっていう感じがするので、バスケやりながら履き慣れれば、ちょっともうちょっとゆとりが出てくるかなって気はします。フィット感も良くて、エアーも結構クッショニングもいいですね、履いた感じ。なので、そうですね、ガードとか1番2番のプレイヤーなんかは結構向いてるんじゃないかなって思います。で、コルテッツの方はちょっとやっぱり先が丸いので、で、作りもちょっと肉厚な感じがするので、これは 8.5 じゃなくて29を買いました。はい、29でちょっとこう紐を縛ってこう丸く見えるよりもちょっとシュッと見えた方がかっこいいかなと思ったんで、ハーフサイズアップで買いました。なんか昔からこのカラーリングって結構好きだったんで、また新しく出て見た時は、あ、絶対欲しいなと思ってた一足です。はい、ということでナイキでお買い物をして買ってきたものを紹介してみました。この動画というか、ナイキがいいなと思ったらいいねしてください。よろしくお願いします。バイバイ。